今日は、はい、俺せっかく来たから、はい、お祝いのことしないと。お祝いのこと、はい。え、でも、あの、撮影した動画内で お祝いもしていただきましたし。いや、あんなのじゃない。あんなのじゃない大概のことを してくれましたよ。俺が捕まった、はい、あのタワーレコードで捕まった、はい、ブリーフ重量挙げ生放送中にやってやるぜ。ほんまですか？はい。ちょっと見てて。見えます。一旦ライトとかしたら大丈夫か？ライトとか当てたら大丈夫なんで。もうキワ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 セムネボぜ。キワキワセムネ。ライト、あ、ライト当てた方が逆にええか。ちょっと急ちょっと。どう。こんなお花の横でちょっと。すいません。いいや。どうせっかくだから見てた方がいいんじゃない？ちょっと記念になるよ。どうこれちょっと経験者の藤野さんにもチェックしてもらいましょう。藤野さん、どうですか？距離的にどうですか？あとは最悪、はい、カメラがやばかったらもう下撮ってもらうっていう、はいはい、地面を撮るっていう。もうちょっと分かりました。もうちょっと多分手前に来て、宮迫さんこっちに来た方が。この辺ですか？あ、まずいっすね。まずい。左上にしてもらって、こっち、ここですか？もう、出てません？大丈夫ですか？皆さんがこっち来た方がモザイクのサイズが大きくなるんで、あの、はい、面積が。どうですか？どう？まあ、こんだけ近づければですけど、遠くからすると。いや、もうだから、あの、ちょっとほんまにしますよね。ちょっと、具は見えた方が面白い。あちゃ絶対開きません。この角度を取っちゃうと、それに合わせて上下してもらった方がいいかも。このシーンだけ、藤野さん、取ってもらっていいですか？プロに。確かに、これはプロにやってもらう。これそんなプロいないって。実際やられてますから。もう藤野さん、行ってください。最悪、逃げます。はい。はい、ここ、この位置でいいですか？あ、ちょっとこっち。はい、大丈夫です。この位置でいいですか？はい。はい、よし、それじゃあプレーフ重量挙げやらさせてもらいます。女子はけて、女子全員はけてや。ところが、はい、肩まで上がったら成功です。その時には万歳最強お願いします。はい。上がりそうじゃ上がらなかったら応援お願いします。はい。女子絶対来たらあかんよ。じゃあプリーフ重量挙げ行くぜ。集中したら、登録してくれよな。